男女別進化論と言いまして、皆さん男と女って共に共存するものだと思ってますよね、はいはいはい、でもこれって野生での話なんですよ、うん、科学が進歩した今はちょっと事情が変わってきてるらしいんですよ、はい、でそれは何かっていうとですね、男性と女性っていうのは、はい、まあ性染色体なんですけど XX っていうものがこれが女性なんですよ、はい、で XY っていうのがこれが男性になるわけですよね、はい、これはお母さんはお父さんだと思ってもらえたらいいんですけども、子供をこう産むときにこの遺伝子がこう語り継がれていくわけですよ、はい、まあ女の子が生まれるときは、XX、またこっちの X とこっちの X、はいはい、で男性が生まれるのはこっちの X とこっちの Y、はい、でこっちの X とこっちの Y ですよね、つまり4通りで生まれてくるわけですよ、うん、でも受け継がれていく際にこの性染色体はどんどん欠損した状態で受け継がれていく、でも X と X の遺伝子の場合は同じ性染色体なんで傷をこう補い合えるんですよ、はいはい、ただ X と Y の場合は同じ性染色体じゃないので傷を、うん、X と Y が別やな、はい、補うことはできないんです、はい、ですからどんどんこの XY の段階の時はもうどんどん欠損されて今現在の大きさで言うと、はい、もう大体で言ったらなんですけど、まあ本当に X と Y っていうのはもう極端にもうこんぐらいもう差がある、だからいずれこのままいくと男性はもう本当に滅亡していく、そうなんです、500年600年700年になってくると、いやもっと全然近年なんですよ、もう今の段階でもほとんど Y 染色体っていうのがほとんどないに等しいぐらいの小ささ、ほんでここが問題なんですよ、はい、この数十年間本当に今世間でも問題になってるのが男性の精子の劣化なんですよ、うん、よく言われる、言われますよね、でこのままいったらもう人類が滅亡してしまうってことですよね、男性がいなくなったら子孫をお互いに残せない、じゃあこれどうすればいいのかっていうことで近年研究がずっと行われてきてたのが、女性の遺伝子から人工精子を作って卵子と結合させて子供を身ごむってことです、今の段階でも女性の遺伝子からすでにもう人工精子っていうのはもう作られてるんです、Y 染色体、今度男はどうするのかっていった場合、はい、男は精子ありますよね、はいはいはい、でも卵子っていうものを人工的に作るのは不可能と言われています、はいはい、男性は、はい、でも XX の女性やったら、はい、人工的な手を使って精子を作ることができる、はい、できるんです、そのどんどん進化していく過程で、はい、女性がもう男性を必要としなくなるわけですよ、そうなった場合じゃあ男性はどうやって子孫を残すか、はい、そこが問題になるんですか、はい、その場合は人間に一番最も近いとされるチンパンジーと結合しないといけないんです、我々は、そうです、男性だからいやでもチンパンジーのメスと遺伝子を交配させていかないと子孫は残せない、ほな今結婚してる人はええけど俺の嫁はんチンパンジーは他にどうやって紹介したらええねん、実際に同じ種の動物の結合っていうのはもう昔からやられてるんですよ、で実際に同じネコ科の動物のそのライオンとヒョウを掛け合わせたレオポンっていうのが存在してるんです、これが1960年代にもうこれ作られてる、でもその結局は人間とチンパンジーじゃ結合するじゃないですか、その場合どうなるのかって言ったら99%容姿がチンパンジー、容姿が、でも体頭脳とか思想本能とかは人間がかろうじて残ってる、このままいったら男性というのは、チンパンジーと結合するしかないらしいです、